ヤツメウナギは、脊椎動物アーモン、炎甲類、ヤツメウナギ目に属する動物の一般名、内視総称であり、河川を中心に、世界中に分布している。炎甲類はいわゆる、生きた化石であり、ヤツメウナギとヌタウナギだけが原生している。ウナギとは異なる動物で、さらに、競技の魚類からも外れており、脊椎動物としても、非常に原始的である。 砂ヤツメリーテンタランライスナリーの生態。アゴクチ類の姉妹群であるエンコウ類に属し、一般には数少ない原生の無学類の一群である。ヤツメウナギはすべての種が細長く、体の断面が楕円型といったいわばウナギ型の外見であるため、一般にはしばしばウナギと混同されがちで、和名にもそれが如実に現れている。ただし、アゴクチ類に属す。 うなぎ類とは、無縁と考えても良い動物であり、生物学的特徴も職味も、うなぎとは全くかけ離れた動物である。一般的な意味で、魚とみなされるが、その特徴も広くイメージされる、魚類とは大きく異なる。現在生きているほとんどの魚が、我々人と同じ、あご口類に属すのに対し、八つめうなぎは、これとは別の系統である、塩こ類に属している。 顎をかく、体びれを持たない骨格が未発達であるなど、顎口類から見ると、原始的とも呼べる特徴を多く残しているため、進化研究でたびたび重要視されてきた。我々人を含め、現在の脊椎動物の大多数は発達した顎や骨格などを備えているが、化石記録に基づいた古生物学的研究によれば、我々の祖先はもともとこうした特徴を持っていなかった。 こうした祖先的な脊椎動物は特に顎を持たないといった特徴を踏まえて無学類と呼ばれている。塩甲類の中で現在も生存しているのはヤツメウナギ類とヌタウナギ類のみである。また、無学類の大多数は古生代ですでに絶滅しており、この中で現在も生存しているのもヤツメウナギ類とヌタウナギ類のみである。 砂ヤツメリーテンタランライスナリーのアンモシーテスヨウセイ。ヤツメウナギの原生種は淡水を中心とした、世界中の寒冷水域に生息し、熱帯域には少ない。日本国内では、川ヤツメリーテンタランジャポーニカム、砂ヤツメエルライスナリー、シベリアヤツメエルケスラーイ、ツバヤツメランペトラトリードンタタの4種が生息すると、され、このうち川ヤツメと一部の砂ヤツメは食用になる。 八つめうなぎの体の両側には七体のエラー穴があり、それが一見眼のように見えることから、本来の目と合わせて、八つ目と呼ばれる。ドイツ語でも、七つのエラー穴、本来の目、尾行が並ぶことから、八つめうなぎには九つの目があると考え、九つの目を意味するのインアウゲンネウナウゲンと呼んでいる。鱗のない体は細長く、うなぎ型。種によって、 体長13から100センチメートルと幅がある。繁殖は淡水河川で行い、3ミリメートル程度の黄色い卵を種によって数百数万個も産卵する。一月ほどで孵化すると、まずアンモシーテスと呼ばれる幼生期を数年間過ごし、その後生態へと変態する。アンモシーテスとは、もともと親族として設けられた名称だったが、これが、 八爪めうなぎの陽性と判明すると、その名称がそのまま陽性の故障となった。アンモシーテス陽性の基本的な外形は生体に、似るが、口は吸盤状でなくロートのようで、泥底に潜って水中から有機物をこし取って食べている。また、目が未発達であり、外からはほとんど確認することができない。変態後の生体は、種によって公開型と、 陸風型に大別される。川やつめなどは前者で変態した若縄に3年間へを勧誘し繁殖期になると再び河川を遡上する。砂やつめなどは後者であり、秋に変態した後、翌年春から初夏の繁殖期までの生涯の残りの期間を淡水で過ごす。変態後は消化管も貧弱で餌を取らない種が多く、産卵後は死んでしまう。 ちなみに、スタミナはないものの瞬発的な遊泳力が強いため、水槽で飼育するとよく飛び出すことがある。ヤツメうなぎの外見上最も特徴的なのは、顎がなく代わりに、吸盤状の口を持つ点と、7体の丸いエラー穴が開口する点である。また、この他にも、独特の解剖学的特徴を持ち、そのいくつかは、脊椎動物の進化上、祖先的ともみなされる。 八つめうなぎの骨格図。太い中軸は赤削。画像左側にエラ骨格がカゴ状の構造を作る。アンモシーテス養性の頭部を水平段にし、背側を見た図。ガスケルより。以上のように、現在のアゴ口類には全く見られなくなった特徴が多くある。つまりこうしたアゴやタイビレ、微などは、少なくともアゴ口類が、やつめうなぎなど円光類と分岐して、 あと独自に獲得したものだと考えられる。しかし、生体では、目が大きく、よく発達したレンズや、外眼筋も備えているなど、顎口類と共通した特徴も数多くあり、よってこうした形質は、脊椎動物の最も初期の段階で、すでに獲得されていたものと考えられる。脊椎骨成分に関しては、八爪うなぎで、脊索配属の神経弓のみが、 ヌタウナギで、脊索腹側の痕跡的血管弓のみが認められるため、これらの共通祖先で、すでに脊索配服両側に、神経弓と血管弓を有する、アゴクチ類と同様の脊椎骨を有していたのに対し、両者の分岐後に、ヤツメウナギの系統では、血管弓が、ヌタウナギの系統では、神経弓が退化して失われ、さらに原生のヌタウナギの系統では残された。 血管弓すら、ほとんど失われて痕跡化したとする仮説が提案されている。ヤツメウナギ及びヌタウナギは軟骨魚類以上の脊椎動物には存在する血液中の免疫グロブリンが存在していない。このことから抗体機能の解明にヒントになりうると見られている。ヤツメウナギ類は顎を獲得していない段階で分岐した数少ない原生脊椎動物である。そのため、 ケファラスピスやガレアスピスのような絶滅動物の復元にも重要な役割を果たす。また、後期デボン期のプリスコミゾーン、前期石炭期のハルディスティエラ、後期石炭期のマヨミゾンなどの化石は、ヤツメウナギ類のものと推測されている。無学類、遠行類を魚類と呼ぶかどうかについては、意見が分かれることがある。魚類の範囲を顎のあるものに限定するならば、 魚類には含まれないが、顎の有無は魚類かどうかの判別に関わらないとする、主張では魚類に含まれるといった議論ではある。今日では、一般的には、抗議の魚類とみなされる。2013年2月、この仲間の一種、海集めのゲノムの解読が報告された。以下に、脊作動物内での系統関係の概略を示す。ただし、特に、無学類や、 祖先的アゴク口類の絶滅群に関しては、系統関係について、現在も論争が続いており、下に示した例はその中の一節に過ぎない。カワヤツメの串焼き。ヤツメウナギの肉は、ウナギのそれと異なり、硬くて弾力に富むため、一口大に切られて供されることが多い。現代の日本で、全国的に流通する食材ではないが、 用の東西を問わず様々な文化圏に普通に登場する。また、治要競争や野毛症の薬としても古くから用いられてきた。実際に脂肪に富み、ビタミン A の一種であるレチノールを8200マイクログラム、100グラム以上含むなど、栄養価は高い。日本日本国内の場合、食用とされるのはほとんど日本産皮集めである。約50から60センチメートル。 配足は国生色で、副足は単色。春に川を遡上し、5から6月に産卵する。日本海側では、島根県以北、太平洋側では、茨城県以北に分布している。北海道、新潟県、山形県、秋田県などの日本海に注ぐ河川で多く取れる。産地である北海道江別市では、2001年までは、 毎年、集めうなぎ祭りが開催されていた。主に初春の寒い時に川で採れる。東北、北海道などの東日本、日本海側が本場。肉が硬くて、もつのような弾力と歯応えがあり、レバーと魚油の匂いが混じった、独特の風味を持つ。最近は、漁獲量が減り、大きさも一般に小さくなってきている。現在でも、産地以外では、 鮮魚として皮や爪を得ることは、ほとんど不可能で、乾物か冷凍品ということになる。産地の一つである、秋田県では、皮や爪をぶつ切りにして、醤油と出汁の濃いめのつゆで、すき焼き風に煮込むか焼きが、冬の味覚となっている。また、最近では臭み抜きに醤油やニンニク、コチュジャン等を用いて、切り身を炒め物や鉄板焼きにして食することもあると、いう。 関東ではかば焼きを売り物にする料理店もある。また、縁日の屋台でもかばや詰めのかば焼きが売られることがある。肝は特に栄養分が多いため、これを軟骨とともに、ミンチにして、肝焼きとして供することもある。ただし、癖が強いので好き嫌いは普通のかば焼き以上にはっきりとする。乾物は丸ごと白焼きにしたものを油が漏れ出さないように切り分け。 つくだに風に甘辛く煮て食べる。2012年現在での都心では、台東区浅草で八爪うなぎ専門店、巣鴨で八つめうなぎを扱う飲食店が営業を続けている。この他に、季節限定で八つめうなぎ料理を出すうなぎ料理店、珍味やスタミナ料理として出す居酒屋なども存在する。近年は、環境の変化から、国産の川や爪めが入手困難になりつつある。 このため、2015年からアメリカ合衆国アラスカ州産のヤツメウナギも輸入されている。一般的にはその風味や食感が馴染まれず、漁獲地域も限られることから、薬品やサプリメントの原料となることが多い。乾燥品を粉砕して飲用したり、宮肝から魚油を抽出して、カプセルやドロップの形にして服用する。現在でも伝統薬。 八爪目うなぎの肝の油などに代表される、医薬品がや毛症、疲れ目の適応として販売されている。日本では、食や、薬品の原料となるのは皮や爪めであるが、終戦直後の頃には砂や爪めも、魚油の原料として用いられたこともある。ヨーロッパや爪めうなぎのボルドー風や爪めうなぎの、リゾットヨーロッパでは、ローマ帝国の頃から食されており、時代によって、 高級食材となったり、貧しい人々の食料となったりした。食感や風味が肉類や内臓類に近いこともあって、現在でもフランス、ポルトガル、スペインなどでは、パイやシチュー、リゾットの材料として盛んに用いられている。フランスには、ヤツメウナギの赤ワイン煮込みである、ヤツメウナギのボルドー風と呼ばれる料理がある。これは、 ボルドー地方の名物料理であり、現地では缶詰にされたものも売られている。皮集めばかりでなく、ヨーロッパ砂集めや、海集めも用いられる。ボルドー風煮込みやリゾットでは、ジビエにおける、地のソースのように、風味付けに血液を活用することも多い。日本と同様に、春は冬引く初春とされており、季節限定の味覚として供するレストランや、ビストロも多い。 ロシアでもザクウスカなどとして供される。ドイツでは食材としては海に近い北部のほか淡水種が取れる内陸部でも利用されていた。ビタミン A を大量に含むことから度を超えて摂取すると健康を得るイギリスにはイングランド王ヘンリー一世がヤツメうなぎ料理の食べ過ぎで死亡したと言われる伝説がある。ポルトガルには 八爪めうなぎの卵というケーキが存在しており、クリスマスに家庭で作られる。これは、八爪めうなぎが貴重品であった時代に、庶民が八爪めうなぎを模した菓子を作ったことに起源があると言われる。東洋西洋酒館魚類に寄生した八爪めうなぎ、北米大陸の古代湖では、本来は外洋とつながる河川は、セントローレンス川一本のみだった。 19世紀初頭から始まったいくつかの運河建設により、ハドソン川などを複数の高線とつながった。その結果、大型種の海集めが大量に流入。各個の魚類に寄生したため、漁業資源として重要な酒化を、はじめ多くの魚類が激減する深刻な被害をもたらした。そのため、1991年から年間、 約2万6千匹のオスを捕らえ、不妊化処理を行い側に戻すという事業が行われている。八ツメうなぎ目、ペトローミザーアンタフォームズは、原生のもので参加従属38種を含む。ただし、この分類も一例であり、しばしば変更される。例えば、日本産川八ツメは2005年頃まで、ランペトラジャポニカとされていたが、後にリーテンタランジャポニカム登属が変わった。 2012年現在では、リーテンタランキャンツチャルタカムの死のニムともされている。ありがとうございます。